せーの恋愛嬉しこんにちは。こんにちは。こ,ちはこの番組は恋愛作家の店長と疑似恋愛の先生。 さらに不安なので石坂さんにも助けてもらいながらお届けします <laughs>、はい、最後までお付き合いください、はい、で今日ちょっとフリートークバックナンバー、はい、いろいろ喋りたいんですけど、はい、なんかあのー、ちょっとコーナーの部分であるメールが届いてるんで、はい、ちょっとここはもう端折ってもうそのまま紹介していきましょうね番組の方はい、はいえー。この番組は毎週土曜の 4時30分から5時までの30分番組です、はい、実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください、はい、番組の内容としてはリスナー参加型となっておりコーナーをメインとし皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思っておりますもし時間が余れば空気を読まず店長の恋愛節をだらだらと話しエンディングにバトンを渡していきます笑いも恋場の 恋バナもアッパースイングを狙っていきますので <laughs>、はい、皆さんからはたくさんのメッセージをお待ちしております、はい、メールアドレスは 797-FMGINOON1.com まで送ってちょうだいそれでは CM でーすお母さんの幸せそれは家族の幸せ心からの手当てで心からの医療を。 アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します恋愛武あ、恋したい店長いいラジオ番組がありますよどんな番組かな <laughs> 陽気の温さん二人が恋愛感を棒読みで語りながら笑っている番組なんだ全然伝わらねえな <laughs> 恋愛武は毎週土曜4時半から5時までの30分番組です誰か聞いて ギノアンヒルズ通り救命デ霊ゴ通りにはいろんなお店がショッピング、カフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道続いてはこのコーナー恋の妄想。 えっとですね、最初にちょっと冒頭で、はい、えっと、初めて恋愛節に一通のメールが届きました。 でこのメールをちょっと読んでからまあそのいきさつを説明しようかなって思うんですけどお願いしますこれ実際ちょっと店長宛に対するあのメールでですねで一応あの名前が直接書かれてるんで名前を伏せたいと思いますラジオネームうさぎちゃんで読んでいきましょううさぎちゃんにしとくるんでちゃんにしときましょうとりあえずね名前読んだちょっとまずそうなんでえっとうさぎちゃんなんですけど早速 YouTube で恋愛節をめさせてもらいました私的に寂しい 新しい別れ間際に彼女を明るくするアイウェイを作文的なやつはキュンキュンしました<ー>だろ。やっぱこれ店長の壁なんで<ー>これよ次はリアルタイムで聞きますね、うんうん、店長さんと先生さんのご活躍を心から願っておりますこれからも楽しみにしてますよ ってで実際女性の方からで、はいまあ、自分より大体10歳ぐらい年下の女性だったんですけど、まあ、とってもあのいい子で,、はい、でこの子がどこの子だったっていうとうーちょっと、まああのー、新都心のちょっと飲み屋さん、はい、まあ飲み屋さんっていうかちょっとクラブちょっと ちょっとした高級な飲み屋さんで自分もちょっと先輩と一緒に飲んでたんでじゃあこっち行くかっていう感じで中に入ってそれでちょっと先輩も女の子と喋ってたんで自分はじゃあラジオのネタ喋ろうかなと思って喋ったた結果がこうういメールになりまし一応そんな経きなんですけどでも飲んでる場だったんで送ってくれるっても思ってなかったんですけどこれ素直に ここのメールが届いいたことはは、うん、店長的には嬉しいですすね,うんね、うん、もううありがとうございまこれから先も一応我々の番組聞いて、うん、今男性の方からちょっとしたコメントは頂い,いてるんですけど、はい、女性の意見っていうのが実際この番組今ないんですねうん、うん、なんで一応まあ毎回一応聞いてもらってで女性的にここはこうがいいよとかっていう意見ももしもらえるなら またお店の方に足を運びますので、<laughs> その辺よろしくお願いします。<laughs> はい、じゃあ今ちょっとあのぶ、ー、れてしまったんですけど、はい、コーナーの方に戻りましょうね。はい、行、はい、きます。<laughs> えっと、このコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題として、はい、我々2人がお題に対して答えていきます。はい、その後、答えた内容を石坂さんに選んでもらい、うん、良かった点、悪かった点について議論し、恋愛節へ出世してもらうコーナーです。 ただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります。っよ、はい。 でなんか実際ちょっとネタが尽きてるんすよね今回メール来たじゃないですかいや今回メール来たからもちろん頑張るんですけどまあ配信ならないのこれでまあ配信あのんだろうリスナーの関係上じゃなくて店長のシチュエーションを作るのがちょっと限界に引かてるのかなとネタがもうネタが少しちょっとなくなってきててんかもう記念日とかも何年目の記念日ってまあね 一緒さね結局ね,ね答える内容がねそう,でそういうのもあるんで <laughs>、はい、まあ一応とりあえずあのできるところまで頑張っていきます、はい、でえっとですねでまあラブメールまあそれにコーナーに対してラブメールを送信してもらいたいんですけど、はい、でこのラブメールも、えー、っと評価が3段階になっており、はい、え丸三角×の評価でお願いします、はい、で石坂さんすいませんいつも通りお願いしてもよろしいですかえー、いきます、えー、丸の評価 キュンキュンする三角の評価、まあ悪くないかな。バツの評価ダメありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ今のような感じで、えっ、ー、と店長と先生に丸三角バツの評価をつけて送信してくれるだけでいいです。はい、で、その後リスナーさんからのラブメールを集計して勝敗を決めていきます。はい、どちらかが3連敗した場合は、罰ゲームで我々が自腹でプレゼントを準備します。 でプレゼントが欲しいというリスナーがいれば恋愛節のツイッターよりお題を お題を事前に発表します、はい、お題について回答をリスナーさん自身が考えて回答をメールしてもらえれば我々の方で素晴らしいと思う一通を厳選します。ちょっと時間がないない <laughs> <laughs> それで我々とまあ勝負していただいて見事勝利すれば我々の方から直接プレゼントを発送しますっていうまあコーナーの流れですね、はいで。ちょっと時間がないんで、はい、もう早速ちょっとコーナー入っていっていいですか すいませんね、はい、ちょっとバタバタした感じであのー、初のメールがねちょっと自分のあれで来てたんでびっくりしてからちょっと動揺してますけど、はい、<laughs> えー、っとこういうのもそのコーナーなんですけど、はい、えっと前回が、えー、っと喧嘩で、はい、まあそれ終わってからの、えーまあ、シチュエーションですね、はい、ちょっとコーナーのシチュエーションを読んでいきます。えー、彼女ととの喧嘩も無事に仲直りすることができ僕は 彼女の大切さに改めて気づくことができました彼女を不安にさせてしまった僕は彼女に曲をプレゼントすることにしましたいつもよりも早めに仕事を切り上げて彼女にプレゼントする曲を買いに行きました僕は CD を買うとすぐに彼女の職場の前で彼女が出てくるのを待ちましたすると仕事を終わらせて出てくる彼女に僕は声をかけ CD をプレゼントしましたすると彼女から一言「えどうしたのその CD」 ではあなたはどんな曲を選びましたかまた選んだ理由を説明して彼女を喜ばせてください、はい、ちょっといろいろとちょっと時間なくて、はい、このシこチ、ね、ュエーションもなんかおかしいんですけど、はい、内容がなんか文章の構成がおかしいなって思うんですけど、はい、ちょっとまあそこら辺はあの店長らしいなっていう温かい目で、ね、聞いてもらえればあの嬉しいです。はい、で、えっと あと十分なんでまあ一応大丈夫かなこの辺からなんか焦ってますねちょっとあのあれだよねコーナーが大丈夫じゃない落ち着いて落ち着いてちょっと今日長文でしょしかもちょっと長文だよねだからね途中でコーナーを区切るよりかはちゃんと綺麗にまとめた感じで終わらせたいっていうのがあってちょっとそれとねあの時計をにらめっこしてるんだけどわかりましたじゃあ石坂さん セリフの方大丈夫ですか、うん、大丈夫ですかはいじゃあすいませんお願いしますえ、どうしたのその cd 最近なかなか会えなくて寂しい思いをさせてごめんなこの cd はバックナンバーのリッツパーティーっていう曲でさ歌詞の内容を大きく説明するとなかなか恋人と会相ていない様子を男心で描いている歌詞 この曲を選んだ理由は石坂さんに寂しい思いをさせて、自分が気づいたことがこの曲に詰められてるんだ。特に伝えたい部分だけ読むね。足りないものを見つけて、それが君だとちゃんと言おう。自分に足りない部分は石坂さんだよ。だからこれからも石坂さんのことを毎日愛していきたい。 であのんかよあのちょっとよ文章を読みながら感情が入ってこないのは多分冒頭のメールのせいだいろんな意味で動揺してるよ今日。ですね一応補足なんですけど今回バックナンバー を推している番組、はい、もう毎回この,この番組は「バックナンバーを応援してますなんで。<laughs> とは毎回言ってるんですけどねえ、ね、別の曲を別のアーティストを、はい、あの選ぶことができなかったんですよ。はい、でバックナンバーで、うん、まあそういった曲でプレゼントするって言ったら、はい、花束だと思ったんですけど、はい、これちょっとあ,のありきたりすぎて。 まあちょっとベターなのかなっていう部分があってあ,<ー>あえて「リッツ・パーティー」っていうのは、はい、アルバムの中にしか入ってない曲で,あ<ー>で、まあ、ちょっとバックナンバーを知らない人にもバックナンバーの良さを知ってもらおうっていう意味で<ー>この曲を。 今回はちゃんとバックナンバー押しでやってるんだね今回は勝負に勝つっていうよりかはそうだよねこんな選曲でバックナンバー選ばんかったらどこでバックナンバー押してるのってこういうところでバックナンバーを応援しれよなっていうねでもなんか沖縄ライブも台風でもう中止になるんじゃないかって言われてる中きそういうのもあってまあ台風でもしバックナンバーのコンサートが行けなかった人のために まあ今回ねバックナンバーの曲を合わせてこのエピソードも添えて <laughs> それが <laughs> <laughs>、ね、今日は本当にバックナンバーを応援するために自分の選曲バックナンバーじゃないですけどこのあと読みにくいんですけど <laughs> <笑><笑><笑>じゃあ俺はバックナンバーをただ応援してるっていうね、はい、まあこの番組上俺がね、はい、あの構成してるからねじゃあ、えっと、続いてはじゃあ先生の方にいってもらいたいんですけど、はいえー、石坂さん大丈夫ですか はい、はいいじゃあすすまませんお願しどうしたのその CD 急に来てびっくりさせてごめんねどうしてもこの曲を聴いてほしくてこれは椎名林檎の「幸福論」という曲で石坂さんに悲しい思いをさせてしまったその時の気持ちとその後の今の気持ちが詰まってるんだ歌詞の中にある「本当の幸せはそばにあって気づかずにいたのですが」 かじかむ指が求めるののはその手だったこの部分はそばにいてくれるのが当たり前に思うようになっていた時に石坂さんを失いそうになって改めて大切な存在に気づいたその時の気持ちと一緒で,でその後に続く歌詞で「素顔で泣いて笑う君のそのままを愛しているから君の全てを守り通します」。 君がそこに生きていいるという真実だけで幸福なのですこの部分がこれからも石坂さんの素直な笑顔を守り続けたいそれが自分の幸せでもあることに気づいた今の自分の気持ちと一緒なんだで終わりです。 <laughs> あなんかでもあれだねなんかちょっとあの似てるね今回のね要素がねまあちょっと実際彼女をう失いそうになってからのなんかね合わせた曲っていうね感じがしててどっちもなんかそれにあの合わせた感じの内容だなって思ったんですけどで補足は何かありますなんか普通に店長が喋るからいつも毎回あれだね補足は <laughs> ああ読まなくていいのかなって思うので <laughs> 俺たちも動揺してるからその分フォローしないとっていう話だよね。 法則 <laughs> は一応もともとこの曲は好きで、うん、マシンダリンゴの曲が好きで,で今回のシチュエーション、まあの時にどの曲にしようか悩んだんですけどはい、はい、まず男の人の曲はいっぱい思いついたんだけど、うん、逆に石坂さん、まあ、女性側からの目線で女の人の曲の方がいいかなと思って<ー>ちょっとシンダリンゴをまず選んで,、うん、でこの曲で、うん、まあ今読み上げた「この幸せはそばにあ あって気づかずとかそういう部分があってたから今回この曲にしました。はい。それぐらいです。なんかあるから俺は今回バックナンバー応援する番組だから薄くなった当たり前なんだけどそっちも薄いな今日なん。薄いか。薄くねえか。この部分薄くね。ちょっとな最後がもうちょっとなんかこう決めれる感じが作れたらなっていうのがまだちょっと。 心残りです。<laughs> 反省を語りたいってる俺は、<laughs> <laughs> 補足を語れって言ったんだよ、うん。<laughs> まあえ一応ね、うん、まあ実際曲選びで、ま曲をこの説明するって、ま日常的にないことなんで、どっちかといえば曲を聴いて、ま歌詞を読んでもらって、うん、はい、なんかね、それに対してあ相手がこういう風に思ってくれてるんだな。 っていうのが多分一般的な流れかなって思うんですけど今回の場合はもう曲を選んでこの曲のいい部分をピックアップしてでまあ選んだ理由を説明するっていう感じだからちょっとねもうちょっと文章を長く知れば逆にもうちょっと思い伝えられるのかなっても思うんだけど逆にダラダラと喋られると何かあんまっことらなくなりそこが難しいとこだっわかなっていう部分があってだから自分の場合はもうシンプルにワンフレーズだけを抜粋して。 今回合わせてきたでもちょっとな失礼しようかなと思ったけどねなんかちょっと弱いよね何か今日反省会になってるみたなんかちょっと弱いなって思うんだけどまあまあ一応でもまあこれで石佐さんどんなです一応両方とも曲の方は知ってますよねどっちも知ってますよねでまあ今の自分たちが言った補足プラス曲 まあこの今のシチュエーションにあった曲でまあ評価してほしいんですけど、はい、どんなですか判定できそうです <laughs> じゃあいつも通りまたあれだなドラムロールを鳴らして判定の方お願いしますドラムロール鳴らしますはいお願いします店長おおー <laughs> ありがとうございます <laughs> <laughs> あよかったほら俺これで一応あれだねバックナンバーと青アオース顔があるねあ<ー>、うん、沖縄に来るときにちゃんと買っときたいっていうね <laughs> この曲本当に好きだったから <laughs> ちょっと本当に勝ちたいなと思ってたんだけどな <laughs> あよかった石坂さんからして、うん、今回なんかあります選んだ理由っていうか 二人とも内容は。はい、はい。なんか似てたじゃないですか。うん、似てますね、はい、今回。で。 でもなんかその中でもシンプルにまとまってるのは店長。<ー>だからな。クソ <laughs> <ー>。よかった、はい、俺今日勝てた。なんか自分の伝わりづらかったっそすよね。<laughs> <laughs> なんか言ってることは一緒だったのなって思いつつでも <laughs> そうですよね。うんはい、ちょっとなかったらしかったな。あとは個人的に。<laughs> ありがとうございます。バックナンバー好きでよかった。<laughs> バックナンバー好きでよかった。もう超嬉しいや。俺これ負けたらどうしようと思ったんだけど。 よかった超うしいでまあこれあと1分58秒あるんで一応今日買ったんでのバックナンバーのあの曲を流すんですけどまだまだ1分余ってるからちょっとだけ余談っていうか今後の我々の恋愛節今一応年末に向けていろいろと特番とかいろいろ考えていてでまあち 近いうちで10月にですね、はいうん、一応まあ年末の特番を今2時間ぐらいさすがに5時間は2人ではきついなっていう話になったんで2時間でやろう特番はじゃあその前に1時間1回やってみようってことで10月にえっと1時間のスペシャル番組として今考えてますそれをやろうっていう企画をしていますで実際にツイキャスもできるようなあの形で えーとやっていこうと思っているので、まあ今聞いている方、まあ今今実際今もう何人聞いてるんだろうね。違う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 そういう意味じゃないよ。聞いてる人が多くなってきてるっていうね。そういう意味でちょっと今あれだったんだけど、ねまあねそれにちょっとコメントツイキャスで入れてもらって。 であの自分なんかの余裕があれば拾っていくんですけど余裕がなければ <laughs>、えっと、そのまま流していきますんで <laughs>、はい、あそこら辺も、あのー、承知の上であの送っっっててほしいなって思ってます。<laughs> うんはい、で、まあ、今後ちょっと詳細についてはまたおいおい決まり次第、うん、あの、ね、発表していきましょうね、うん、そこら辺については。 はい、はい、じゃあちょうどいい感じになってきたんで、はい、えっと今日はじゃあ勝者の方か <laughs> でこの番組はバックナンバーを応援する番組です、はい、<laughs> なので今日はバックナンバーの曲を流したいと思います,うす、ね、ライブもあるしねはいライブもありますのではい、はい、じゃあ <laughs> 曲紹介いきます。はいえー、ババッックナンーーーで <laughs> リッツパーティー はいそろそろ時間も迫ってきたので来週のお題を発表します、はいえー、来週のお題は、はい、彼女の誕生日<ー>でサプライズ企画です 彼女の誕生日に対してあなたはどういうふうなサプライズをしますか彼女にどういうサプライズをそう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 前回は1か月の記念日はプレゼントできたからここをプレゼントで持ってくるとかぶるでしょっていうだから若干かぶってる感じはするけどなだからこれであれなんだよねデートプラントプレゼントを混ぜたような感じうもなんかで。 何かなないんだよどうしようかなと思ったんだけどカップルって一応大きい出来事って嘩とかとかそういう感じだからなそうないんだよ一応メインところは全部やってきたってとりあえずはねそうなでもねこんなってメールも送ってくれてるからこういうの妄想についていそれも求めるわけにはいかないから配信にならないからねどうにかと思って一応考えたのがサプライズ企画でした彼女の誕生日に どういったサプライズをまた難しいして喜んでもらえますかっていうのを考えてきてください<笑><笑>、はい、これはいつもみたいなセリフ形式じゃなくなるってことセリフ形式あ、うん、どうだろうな,なんか、まあ、うんサプライズを言葉で伝えるって難しいな難しいよねどうなるんだろう、まあ、てて <laughs> サプライズってそうだね <laughs>、うん、だから昔自分が彼女にやったのが、うん、あのー、彼女の誕生日の時に、はい「 ホテルのバーを予約してそこでケーキを買ってホテルに持ってって合図するからこのケーキに花火があるさ長いこのチリ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 ってやるんかバーとかでよく使うようなそう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 長い花火ねあれを立ててもらってそれで自分が合図したタイミングで出してもらうっていうね これとっても喜んでもらったんだけど、うん、なんかそういったなんかシチュエーション的なものを説明しながら<ー>こういうのをやって喜んでくれましたよみたいな感じなものを次週の。 テーマになんのか <laughs> <laughs> それをちょっと考えてきててで俺今ちょっとなんとなく、まあ、こんな感じにしようかなっていうのがちょっと一つ思い浮かんでてそれをどううまく表現するかなっては考えてんだけどさすがにね、まああのー、10回目の放送記念みたいにね自分彼女とかもうないよ、はい、<laughs> あれはもうやないよ <laughs> あれ面白かったよ <laughs> い <laughs> 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 この番組は笑いを求めてるんじゃないよ <laughs> うちこればあとこれはもう最高だったよ ナンバーを応援する番組と恋愛を学びましょうだよ。<laughs> <laughs> 完全に趣旨がずれてるからね。社<笑>,笑いに行ってんのかなと思って。<laughs> 違,う違う違う。<laughs> ねはい、いろいろ考えてみようかなと思うんですけど。はい、あでも結構いい時間だね。あもう大丈夫なのかな逆に。<ー>ちょっと時間があまりそうだったんで、うん、ちょっと清水伊りさんのことについて語ろうかなと思ったんですけど、はい、もう時間がないっすね。うん ないですねああナイスよね <laughs> あと実際17秒ぐらいだから俺が喋り始めたらピッ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 ピ,ッピッってなるよね、うんはい、なるよねじゃあもうじゃもう来週にしようね、うん、でえっと店長は一応バックナンバーのライブ土曜日に行く予定なんで、はいはい、もし行けたら次週またそれについていろいろとお話しします今日がちなみに木曜日なんですよねなったよ <laughs> 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 さようなら <laughs> <laughs>